大ヒット中です。この後コナン・グレイが日本のテレビ初生出演、最新曲ディザスターを生歌披露してくださいます。では早速お呼びしましょう。 Please welcome コナン・グレイ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。かわいいスーツですね、ハートのねえ、かっこいい。日本語でご挨拶もしてくれましたし、昨日の夕方に到着したということです。疲れてませんか？大丈夫ですか？いいよいいよ大丈夫大丈夫大丈夫。幼少期はね、広島で過ごされたということで、もうちっちゃい時だったんです。 Yes, I lived in Hiroshima for a few years as a kid. 子供の頃に広島で過ごして、でまたこうして日本に戻ってこれて嬉しいです。久しぶりの日本です。なんか最近覚えた日本語とかあったりしますか？ Any Japanese words that you learned recently?まだ真実、Ready? あ、真実はいつも一つ。コナンコナンじゃん。コナン絶対受ける。爆笑です。それはどこでやっても受けます。本当にコナンが大好きで。実は名前の由来が名探偵コナンなんです。え、そうなんだ。Wow. So, Conan, yeah, 名探偵コナンから取ったんですか。Come from the detective Conan show, right? そうなんだ。で今回はまあ普段はね、もちろん英語でアニメをご覧になってるんですけど、日本語でチャレンジしてくださるということで、はい、覚えてくださって、頑張って覚えました。ありがとうございます。さあ、あの VTR でもご紹介させてもらいましたが、もともとは YouTube から動画制作をして、まあ、世に出てったということなんです。アーティストになるという夢はあったんですか？No, I just liked to write songs and I was very bored living in a small town. 曲を作りするのは好きだったんですけれども、すごく小さい町で住んでいて、やることがなくて退屈してたので、まあ本当に退屈しのぎにこうビデオ動画をアップしてたんです。あのね、小さい頃発信するわけじゃないですか。 Because you're, you know, you're 発信するっていうことはコナンさんにとってどういうもの、どういう存在で、どのように考えてますか？ How was that process?I mean, so crazy. So much changed even since the last time I was here in Japan. 日本に子供の頃住んでて、であと6年前も日本に来てたんですけれども、あ、じゃあ6年前からと比べても全然自分の人生が変わってしまったという感じがしますね。うん、で発信するってことはどうか、怖いこともいっぱいないですか？ But isn't it scary to let yourself out there in the world through YouTube? いや、当然ありますよ。うん、そこはどう捉えて、ね、どう折り合ったんですか？I don't know. I think I'll always be nervous to meet fans and things, but it's always just because I'm excited. でもファンに会うときはいつもドキドキをするんですけれども、でもすごくやはりありがたい気持ちであるのか、すごくワクワクする気持ちの方が上回ってます。そっちの方が大きいってことですね。ファンの方々からはサッドポッププリンスということで、まあそれはどういうふうに捉えてますか？ How do you feel about that?I guess the songs are a bit sad. 確かに悲しい曲ばかり書いてますけれども。それはあえて悲しい曲ばかり書いてるんですか？出てきちゃう。But do you always intend to write sad songs, or is it just coming out naturally for you?I always just kind of write songs about my life, and I guess when you're young, you're pretty dramatic about when things are sad. 起きてることを曲にするんですけども、やっぱり若い時ってもういろんなドラマチックな経験ばっかりするじゃないですか。それがしたりか自然と曲に出てしまう。あ、出てしまうってことですね。溢れてくるんだね。割とこう昔からの曲をこう聞かせてもらうと、もうなんか心情が変わってったのがすごくわかるので、などを聞いてると。だから共感もできるんだろうね。経験もいっぱいあると思います。さあ、そしてこの後最新曲「ディザスター」を生歌披露してくださるんですが、どういった曲でしょうか？It's a song that I wrote about that moment right before you're about to tell someone that you have feelings for them. 好きだというふうに告白する直前の気持ちを書いたんですね。で、これを告白して振られたらどうしようと思うようなその気持ち、揺れ動く気持ちを書いています。うわ、楽しみ。楽しみにしていてください。この後コナン・グレイさんのパフォーマンスです。その前に CM We よろしく。 Here is Conan Gray performing Disaster.Set the scene. I just slipped a party at Blake's and it's Halloween. Had the keys to my car in my hand, but I didn't leave. 'Cause the potential of us it was keeping me up all night long. I left a text you won't read all night long. This could be a disaster. There's so many factors.Like what if we keep driving and we're losing it all at the critical chapter where I say I love you and you don't say it after it
パフォーマンスでしていただきました。キャンベルさんいかがでしたか、今のパフォーマンス。 Beautiful, beautiful. I love all of your work and I just wanted to ask you how to avoid disasters. How do you do it yourself? Oh gosh, I think you need a few disasters to have a little fun in the room. 破滅的にその状況を避けるためにどうしたらいいのかなっていう。ディザスターどういうふうにこう、ね、避けるかってことは、ディザスター積み上げることによってディザスターを回避して恋愛ができるってことも、これすごく、キャンベルさんなんで前に出てこられたんですか。いや、これはもう僕の定位置、定位置なんです。定位置なんです。ヒロミさん丸かぶりですけど、かぶって大丈夫ですか。それぐらいね、気持ちが、気持ちがもう、ディザスターというのは、ディザスターは大惨事、もう大惨事みたいな、もう恋の大惨事。歌ってみて、パフォーマンスされてみて、いかがでしたか。日本での初めての生出演、生パフォーマンスを『スッキリ』でできてすごく嬉しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。デビューアルバム発売中でございます。最後に日本のファンの方にメッセージをお願いいたします。I want to say arigatou gozaimasu. I'm so happy to be back here and Nihon daisuki. Arigatou gozaimasu. 本日のゲスト、コナン・グレイさんでした。ありがとうございました。また来週。早い。